皆さん、こんにち、おはようございます。キングタグのメシーバギー、サッカー日本対スペイン戦逆スコア予想となってしまい0対3で負けてしまいました。日本負けしまったことをファンの皆さんに対し深くお詫び申し上げます。いや、日本、何してんじゃおうやまず何度も言わせるゴーキーバーはね、あくまで車の危険衝突回避だと思え何度言わせればわかるんだよ守備が甘すぎるこれでは勝てるわけがない 何度言わせればわかる。オーバーエイジーを読めば勝てるんだよなんで読まないんだ日本何戦場だ今までの日本じゃない監督が悪いアホの監督が悪すぎる、うん、今のままでは勝てるわけがないサッカー日本だって不祥事あるその、海舟が逮捕された件で、その弟が見送りになったのもそれが原因だし、それがもう問題だ日本サッカー日本代表に問題大挙げすぎる ふだけねも大対外してもらいたい。はい。以上、バイバイ。